リベンジだ。お、ラーメン屋さんですね。未来地行ってみますか。行っちゃってミルクですから。いらっしゃいませ、どうも。あ、どうも。いやいや、あれ、何ですかこれ。こちら駄菓子コーナーになりますね。なんで、はい、駄菓子なんて置いてるんですか。ファミリー層向けに作ってあるんで、お子様が来て喜んでいただければと思いまして作っております。まあ、一押しというか、はい、今日はそれをちょっとご紹介してほしいなと思ってるんですけど、はい、担々麺が3種類ございまして、豆乳担々麺、普通の担々麺、チーズ入り担々麺となっておりますね。じゃあちょっと豆乳担々いいですかね。はい、全然大丈夫です。いいですか、作らせていただきます。すいません、ちょっとじゃあ、はい、失礼いたします。おー、混ぜるの結構辛くなる。入り口は大丈夫。大丈夫、全然大丈夫。これ豆乳入ってるんですよね。はい、豆乳入ってるんです。なんか食べやすい、思った以上に。はい、ありがとうございます。ちょっとひき肉食べてみますね。はい、どうぞ。あ、普通のひき肉ですね。はい。あ、でもちょっと辛い。ちょっと台湾のラー油なんでちょっと辛いになります。いや、美味しい。食べて感想言ってみようか。ちょっとご主人、もう少しだけお付き合いください。はい、全然。